はい、こんにちは、ブルコスです。本日もね、バイオハザードエレイ2やっていきましょう。いや、なんか、ごめんなさい、前回ちょっと偉そうになんかペラペラと喋ってしまったんですけど、まあちょっと、就活の相談をいただくことが増えてきたので、ついつい偉そうに語ってしまったっていう感じですね。まあ、こういうのって、なんか、たかだか一サラリーマンがさ、足ちぎれた、そしてうるさすぎて騒いでるかなって起き上がっちゃった。そうすでに焦げ散らかしてるね、栄養バランスに飛んだロケットランチを打ちかまして差し上げます。はい。まあそんなことはどうでもよろしくって、とりあえずじゃあ登っていこう。ね、まあたかだか一サラリーマンがさ、なんかゲーム実況でさ、再生数もチャンネル登録者数も伸びないけどさ、なんかこう。一人でベラベラ喋る。てか、なんか喋ることが好きなんだろうな。喋ることが好き。よい、キーで。ただただ楽しく過ごすことができれば、それでいいかなって思ってるたちなんでね。まあ、こういった、なんか、のんびりとした雑談とかをさ、聞くのが好きだ。プラス、バイオも好きだっていう方が、こう、たまたま巡り合ってくれればいいかなと思いますね。とにかく。方針だけは途絶えさせないように頑張りたいなと思ってね、いつか収益化もできればないいなと思ってちょっと厚かましく思ってるんで、ぜひね、これご覧いただいてる方のチャンネル登録してもらえたら、稼ぐ手段っていろんなことあればいいかなと思うんでね、僕もその普通のサラリーマンとしての稼ぎ、毎月出てる給料とか時々出るボーナスとかみたいな、時々って言い方よくないか、定期的に出るボーナスね、月々の給与と決まった月に出るボーナスとをもらいながらとか、またはまあめったなこと言っちゃうと、いろいろめんどくさいことになるから、あんま言わない、他の稼ぎうんぬんとかっていう話はしないけど、とはいえ、まあ、株式投資とかもやったりとかしてるんで、まあ、いくらかやっぱその投資にぶっ込んだ分の差額の、利益っていうのが出たりしてるね。だから最近、いやもうこの動画が上がる時期にどうなってるのか分かんないけど、まあ、こう積み立て NISA とか NISA とかってあるじゃん。NISA とか NISA が、NISA の場合は 5年非課税、積み立て NISA の場合は20年非課税、で、NISA の場合は年間120万まで突っ込めます、積み立て NISA の場合年間40万まで突っ込めますみたいなのがあって、でその、突っ込める額っていうのは、引き続き同じなんだけど、なんかその、非課税期間が無期限になるみたいな。まあ、ただその通常の株式って売却益に対して 20% 課税されるっていうのがあるんだけど、その 20% の課税期間がなくなるみたいな、ただしその突っ込める額っていうのは変わらず120万と40万ですよっていうのがあって、非課税期間がその無限になるのであれば、その積み立て NISA にしてる意味がないよねっていう、だから年間で投資に回せる額が120まで出せないで、長期的な運用を考えたいってなった時に、まあ、40年間で800万の投資をして、まあ、それがどのくらいになるんだろうな、まあ、シンプルに倍になれば1600万とかっていう、その差額の800万が稼げるようになれば万々歳みたいなね、まあ、そういうのを目指した運用だよね。で120万でまあ、年間トータルで600万の額が、まあ、どのくらい伸ばせるかっていう、まあ、ところになるんだけど、まあ、それがだから、非課税期間が無期限になるのであれば、まあ、NISA やった方が、ちょっとでも余剰資金ができたなら、120万までトータルぶっ込んでった方が、間違いなく差が、あらりは大きくなっていくはずだからね。まあ、大暴落すれば別かもしれないけど。まあ、でも今どっちかっていうとさ、円安の影響もあってさ、どんどん安くなっていくんじゃん。ドルが。ドルじゃない。株がさ、そういうのもあるから、ね、普通されている、こいつはとりあえず最初に燃やして出ちゃう。で、向こう側にもいるかな。これで燃やしたらさ、大丈夫なのかな？あれ燃えない？なんだっけ？おお。あれだね、しれっと無視してた。おお、ちょっと待って。なんで生きてんの？お前、どっから生きてんの？あれ？ちょっと、こんなんあったっけ？こんなに出てきたっけ？もしかしてあれ？後から出てくるやつ先に起こしちゃった的なノリ？焦っ
ったわ。今日のサムネあれにします。そうそうそう、じゃなくて、そうなんよね。何の話したかも忘れちゃったよ。イビーに食われてないのに、イビーに何喋ってたかの記憶を全て持ってかれちゃいました。何ちゃったっけ。あ、本当にどうするした。もういいや、なんかやることやって、エンチュー、オッケー。最近の娘はね、オッケーってこっちが言ってね、オッケーって言ってくれる。違うよね。ついでに開けれたらいいなと思ったけど、なんか違う気がするんで、次チャレンジしてダメだったらさっさと行こうかな。オッケーオッケー。よし、じゃあこのまま地下降りていきましょうか。もうすでに地下なんだけど、地下の地下に行って地下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 って、昔なんか何だったっけな、なんかの日曜日にやってた番組で、エジプトの呪いみたいな番組があって、エジプトでその採掘した博士たちが次々と死んでいくみたいなこう事件が起こって、まあ事件というべきなのか事故というべきなのかっていうのはあったんだけど、そのなんでそんなことが起こったのかっていうのが、実はエジプトのそのピラミッドを掘り起こすところっていうのがものすごい深いところで、そこに生息、そこの空気中に生息する微生物なのか細菌なのかウイルスなのかわかんないけど、そいつがなんか脳を死滅させるみたいな。ういき。もう一体は？もう一体は？うちょ、あ、上、聞いてない。どこ行った？めっちゃ焦げとるやん。めっちゃアクロバティックだ。は？なんで？か、つかない。大丈夫。なんかつかない。ただ、めっちゃ左太もも削れてた。左太ももにカッターの刃が刺された。カッテポドゥーン。OK。そうそう。で、なんかそのラドンっていうやつが、その空気中から、まあ、体内に入っていくことによって、体細胞をこう死滅させていって死に至るっていう。それがそのエジプトのなんか掘り起こすところに生息していたらしくっていうのがあって、それがなんか地下何メートル以上の空間、土下座してる、そう、地下何メートル以上の空間だったらなんかそいつが存在するみたいな感じだったんで、しばらくね地下鉄乗るのとかすごい怖くなった時期があったんだよね。だからここまで深い、まあでもそっか、ウイルス扱ってるようなところだから、最近は死滅させてるのかもしんないけどね、まあ、わかんないけどさ、そうそうっていうのがあったんで、 ラドンね、まあラドンって聞いてどっちかっていうとなんか ウルトラマンの怪獣を思い浮かべた人とかもいるかもしんないけど、相当古いキャラだかもしんないけど、ね、怪獣だかもしんないけど、まあそんなのがいますよっていうところですね。ちょっと待って、記憶力ある、喋りながらやってるとですよね、あれちょっと待って、わかんない、どうだっけ、違う、ごめん、恥ずかしながらもう一回見ます。はい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 、恥ずかしい。 OK、変なの押してる、ロックキー押してた、上の方にチロ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 出てる。え、この時はでもいないんだけど、なんで 1,2,3,4,5 体出てきてたってことやね、恐ろしい数出たんだ、5体よ、5体。じゃあ注入、現在マニュアルモードです。で、カートリッジに合うようにできるよう、じゃあ何してんの、何してんのバカ。あ、違うな、なんかミスった気がする。まあいっか、初めからこうしとけばよかったんじゃねって思ったけど、ん、なんか違うぞ。そうだよね、一個多いな、あれ、待ってよ。あー、オッケーオッケーオッケー、違うよ違うよ違うよ、
ミステリオ。何してん何してん。オッケー。で、こうして。違う。逆。で、もう一個逆。で、入れて。で、最後。チェンジ。注入。終了。OK。表辺だとあんまりその量がないけど、裏辺だとめちゃくちゃ量が多いからね。なんかすごい入れてる時間が長かった記憶があるね。OK。じゃあ、冷却、焼却。焼却はしないな。冷却して、そうね。どこまで行こうかな。今がどのくらいの時間なんだろう。このゾンビが起き上がってみたら面白かったんだけどね。まあさすがにそうは問屋が下ろさないって話だよね。じゃあ向かっていきやしょう。焦げ散らかしてる。もういないよね。さっき本当に焦ったからな。なんでいんのって思ったもん。これであれだよ。液体散布したらなんか実はいましたとかって落ちたとしたら、なんか本当無限発生イビーちゃんって感じだよね。で、中に入るために、ほい、オッケー。よいしょ。で、わー、すごいな。こんな乱れた心音だったとしても、不整脈半端ねえだろうな。よし。じゃあ、チン。オッケー。で、戻ります。お邪魔しまーす。これでお亡くなりになった。お亡くなりになった。うわーすごい飛んでってるね。ちょっとすげえ生きてる。マジですごっ。唯一爆撃を受けて生き残ったやつじゃないか。そんなあなたにご褒美をプレゼント。最後の食事です。お疲れ様でした。氷漬けにされちまう。本当の爆発資産だったな。いやすげえ。初めてじゃない、あんな状態になったゾンビが生きてたのってね。じゃあまあいい具合のところまで来たんで、とりあえず戻って次回冷却してにしようかな。今回は終わりにしましょうかね。うん、とりあえずセーブ部屋まで戻っていって終わりにしたいと思いますんで、まあ、今回はちょっとまあだらっと前回みたいな真面目な話をするというよりは、まあ雑談ラジオみたいな感じでな、しっぽりと秋の夜長の秋に聞いてもらうような感じの内容で最後までね、ご視聴いただきましてね、どうもありがとうございます。まあとはいえセーブポイントまでたどり着かないと終わることができないんで、そこまではぜひにお付き合いくださいな。はい。いやーにしてもこいつすごかったね、ほんと。研究員やってんな。関係ねえな。たまたまだろうな。いや、ほんとに爆風のそのゾンビが死なない程度のギリギリのところ。まあ、もしくはあれか、研究員ゾンビの体力が、これまで出てきたゾンビよりもちょっと高かったとかかな。なんか爆風程度じゃ私は死なないわよ、つって。サンプラザ中野君。誰が走る走る。寒いな。なるほど。直接ぶち込まないと燃えないのね、こいつはね。ああ、なるほどね。贅沢。いいだろうね。ということで、焼却。はい。ということで、戻ってきましたんで、まあ、ここのセーブポイントでね、終わりまして、まあ、次回、久々に変態で白くて紳士さんに会いたいと思うんで、まあ、紳士は殴らないんだけどね、普通はね。というところから始めてやっていきたいと思いますんで、ぜひ次回パートもお楽しみいただけたらと思います。ということでね、本日も最後まで動画ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。バイチャ。